いや、ちょっと待ってください。朝が。皆さんこんばんは。お待たせしました。ちょっと私今バタバタと外から帰ってまいりました。間に合いました。石井光子の公開チャコの時間でございます。今日はですね、まあお盆ということがございまして、いろんな方にゲストをお願いしたんですけれども、みんなお返事がいただけなかったということで、私の1日30分喋りもちょっとこの頃やってなかったんでやろうかなと思っております。さっきも言いましたけれども、私外から帰ってきたというのはですね、やっぱ福島県の医療支援活動、まだ希望と絆というのを続けておりまして、こんばんは。もうすぐ始まるよ。煽り運転の問題やって、はい、わかりました。維新に何の関係があって、そうなんですけれどもね、煽り運転良くないですよ。煽り運転だけじゃないですからね、煽り運転したくなるストレスっていうのが良くないですね。心理というのがちょっと置いといて、で昨日福島県の医療支援活動をしてきまして、まあ、多くの方のそのストレスの相談だったり健康審査なんかやってきたんですけれども、皆さんこれ私初めていただいたんですよ。赤旗新聞って手に取ったことなかったの。患者さんからいただきました。赤旗新聞、この頃変わってますね。この方女優さんでしょ。ここにね、次は由紀さおりさんが出ますとかですね、もうこんな方、私のお友達が出てたんで、あれまさかこの人共産党じゃないですよねと思ったんですけれども、渡辺恵里さん、こんな容器乗ってるんですよ、渡辺恵里さんが。でね、将棋の羽生さんがこんなに容器乗ってるんですよね。これってすごい贅沢な人事じゃない、贅沢な人たちがいっぱい乗って、羽生さんに渡辺恵里さんにですね、若松、真由美さんですよね、女優さんの。やっぱり、若村真由美さんです、この方ですね。だからこれ、だいぶ若者新聞というのはソフトタッチになってきたのかなと思うんです。中西玲さんって、そんなに共産党の方でした？ね、皆さん、まあ、赤旗やって言っても、あらまあ、こんばんは、ご無沙汰しておりました。はい。はい。ね、名前出すのは良くないよ。あ、そうですか。でも新聞に載ってらっしゃるんですからね、これ。大丈夫と思うね。本当に載ってらっしゃるんですよ。いや、だからどんな、割とこうソフトにいろいろこう、載るようになったのかなとは思っているんですけれども、さて今日ですけれどもね、特集をやってみて、この年金制度の問題っていうのをね、また分かりやすくやってくださいということなんですけれども、皆さんね、ちょっと最近の動きね、よくテレビでね、まあ、吉本興業の動きじゃないですよ、違います、令和新選組とかですね、N 国の動きですね、まあ、だいぶ評判になっていると思うんですけれども、年金もさることながらですね、憲法改正なんてもうあっちの方に行ってしまって、皆さん関心がないんですけれども、なかなか年金も関心を持っていただけない。もう本当にね、チコちゃんじゃないんですけど、ぼーっと生きてんじゃないよって怒られそうなぐらいですね、どこに関心を持ってないか。で、日清はですね、皆さん年金を積み立て方式に変えましょうって言ってるんです。音喜多柳瀬はそれで当選してきたようなもんなんですけれども、年金を積み立て方式に変えましょうっていうのはなぜか。自分がいくら積み立てていて、自分がそれをいつの時に崩してもらってもいいという制度に変えましょう。ね。で、相変わらず企業からは半分年金を出してもらいましょう。こういう方式に変えようとしているんですけれども、積み立て方式と言ったら、あ、今いくら貯金があるかなと銀行と同じ感覚になりますからね。年金どのくらい払ったかな、今このくらいあるかって時々考えたりするわけです。ね、あ、現役年金こんなに払ってないや、私、じゃあもらうのも少ないか、というふうに思うわけです。ところが今は企業に勤めておりますと、年金の半分は企業が出してもらって、自分は給料から天引きされているので、一体いくら積み立てたんだかわからない。なのに、65歳になって果て、もらえるとなった時に、
どんくらいもらえるのかなということだけに関心があるという。ですから、こんなに65歳、20歳、20歳から64歳まで年金を納めててですよ。この間いくら自分が払ったのかっていうことに関しては頓着なんですね。で、65になった時に60からもらえるはずが65になった、65からもらえるのが70、75になりそうだ、果ては年金はもらえなくなりそうだということだけ関心があると。うん。あ、まだ赤旗の問題やってるのかな？赤旗で弁当箱は包めない。いやいや。N 国を面白おじさんのノリで支持してしまっている人たち、目を覚ましてくださいと言いますけど、積立方式賛成、そうでしょ、もらえないだろうって、そのもらえないだろうって言っている人たちが、いや、もらえるだけの権利はあるのに、これだけ納めてきたんですよ、私は働きながら年金をっていうのを把握してる人は少ないんですね。みんな言って、いくらもらえるんでしょうかっていうことばっかり聞いてるんです。自分はいくら払ってきたんだって年金機構に聞く人少ないんですよ。今まで自分はいくら払ってきたんだか出してみろって聞く人少ないんです。いくらもらえますかばっかりなんです。で、6万5000円とか言われるとそれで暮らしていけると思うんですかって。もっと言うのはですね、やっぱりいくら払ってきたと思ってるんだと、この付加方式で今度もらえる時になったらこれでしょって、これはないですよねっていうような抗議をしていただきたいと思うんです。公明党を外して維新が迫るのは連日路線だそう。年金の先延ばしばかり、うん、スマホから毎月積み立て状況を見れる機構さん、その通りね。ファンダバンハガーさん、すいません、ファンダバンガーさん、その通りです。みんないくら積み立てているのかっていうことをもっと興味を持たないと。私は N 国のことを書いてくださった人はいるんですけれども、より身近な問題にならないんです。N 国のね、悪ノリって言ってますけれども、NHK 料金ですよ。ね。NHK 料金っていうのは本当に身近な問題なんです。取り立てに来るとかね、書いてる人いますけれども、NHK 料金払ってくださいと。で、これは年金もそうなんですが、年金は義務です。NHK 料金は義務ではないかもしれません。さあ、ここで意見の分かれるところでございますけれども、こうした中ですね、私は N 国だとか、まあ、令和新選組という両その政党のトップ、この2人はですね、やっぱり身近な問題からこうかきたててきたといううまいものがありますね。ワクワクはしないかもしれませんけど、ドキドキしますよね。私はやっぱりいろんな方が、重度の身体障害を持たれた方が国会に上がってきて、いかがですか石井さんって聞かれます。その時に、いいか悪いかはちょっと置いといて、長い話になるから置いといくとしてもですね、どぎまにしましたよ、国会中が。これすごいことだと思います。ああいう人がドカンと入ってくるってことをやったというドキドキ感、ドキドキじゃないですよ、こうじゃなくて、どぎまにするっていうこと、それから NHK 料金の話をしているんですっていうことで、より身近に感じさせることができた、この2人だと思っております。ドキンとするということに年金がなってますか？ね、とりあえずは60になるまでは、なんだかぼーっとしてますよね。年金制度正確に把握していない方は意外に多くないでしょうかということでですね、ちょっと、あ、こっち映して、映るの、私取りに行きそうになっちゃいました。皆さん、私、一生懸命探して、見てきました。あ、見てきて、持ってきました。あ、いろいろコメントが来てますね。はい。うん。今から積み立て方式に変わると、これまで納めた分はどうなります？ほら、書いてるじゃないですか、由美さんがね。令和の2議員を非難する自民党支持者。八代英太郎議員を知らなかった。あ、なるほどね。時代が違うのかもしれませんが、さっきのパネルをね、見ていただきますと、年金というのは上の緑、下のブルー、これを含めて公的年金と言います。で、これは公的年金といってもらえるもんじゃなくて、ここに書いてあるのは払ってる人たちのことです。払ってる人たちです。皆さんから見て、ね、左のところ第1号、第2号、第3号と書いてありますね。人に向かって1号、2号と呼ぶなというのが私の意見なんでございますけれども、1号というのが、まあ、1号と言わなくても自営業の 人たち、ね、第1種と言ってもいいと思うんですが、自営業、お家でやってることです。で、この第2号と書いてある人たちが公務員とか会社員で、公務員は正確に言うと厚生年金という名前だったんです。
ね、会社員、公務員の方の3番でございます。これは扶養家族です。はい、お分かりになってますね。専業主婦の方々も扶養家族でございます。私には年金をいただく権利がありますというのが第3号という、ね、1号、2号、3号という言い方が嫌なんですけれども、まあ、そういう扶養の家族の方たちです。公務員は、さっき共済年金って言いませんでした、私。共済年金とか言いました？なんか間違ってたらごめんなさい。公務員の方は共済年金でございます。はい、年金はもらうなんて言葉、名給料から引かれています。当然の権利、他の言葉に変えておりません、当然の権利なんですけれども、八代瑛太さんです。あの瑛太さんの瑛太という字が違ってたということですね。はい、八代瑛太さんです。私たちとは同年代ですか、よく存じておりますけれども、まあ、彼があの一つの旋風を作りましたけど、彼は彼自身がものすごくものを言う人だったんですけれども、今の令和新選組は山本太郎さんがものを言う人たちでございますのでね、まだ生の声というのは私は聞いたことがございません。まだです。あの国会議員のお二人から、阪神不随でアメリカ大統領もいますし、というか現総理が胃痛の持病持ちです。胃痛の持病持ちですが、薬でコントロールもできておりますのでね、議員年金なんとかしろよと言ってくださった方、まあ、ありがとうございます。我々は議員年金の復活反対でございます。議員年金が生きる廃止になって、その廃止になっても廃止になる前の人たちの、もうこあの年金払ってんですよ、皆さんの税金から。まだ払い続けているんです。でも一応あの制度は廃止になったんですが、もう一回復活させようとしております。で、今そんな議員年金というのは、先ほども見てください、厚生年金保険、国民年金、基礎年金と書いてあります。でこの 1階部分、2階部分とこう書いてありますけど、まあどうでもいいんですけれども、いいですか皆さん、会社員、公務員の方などというところはブルーのところとグリーンのところと2つ払ってるんです。で、皆さん認識してください。もっと声を大きくて、今までいくら払ってきたんだと、いくら払ってきたか出せ、それに向かってこんだけ少ない量しかもらえないのかって言える方がなかなかいない。まあ、いろいろな質問があるんですけれども、マクロ経済スライドという、もうこの言葉、よくお耳にすると思いますけれども、全くごまかしの言葉でございまして、皆さんがもらう量は少なくなるということだけでございます。その時の、いいですか、物価変動率、インフレ率ですね。いや、若い世代の賃金上昇率と比例するように年金受給額を引き下げていきますよというのがマクロ経済スライドです。だけどマクロ経済スライドとか何だとか言うと、なんかスライドして年金が上がるんじゃないかというふうに、そういうごまかしの言葉が多いですね。はい。30万円。はい。はい。はい。最悪、2の復活する場合ではない。はい。しげちゃんねるさん、その通りです。維新は反対しておりますもんね。そもそも年金制度というのはそれほど複雑なものではありません。さっきのチャートを見ていただきますと、このチャートのブルーの部分とグリーンの部分、チャートを映してください。グリーンの部分とブルーの部分、ここが払ってる人たち、20歳、20歳ですね、から64歳が、65歳からお亡くなりになっていらっしゃらない方々に対して仕送りをしている。この構造です。ですから、ここに所属している皆さん、20歳から64歳までの皆さん、ここの人口が多ければ年金を維持していくことができますが、ここに所属している人口が少なければ、少ない。ね、結婚してなければ扶養家族もいませんね。少なければ、で、人口が少なければ、若い人の人口が少なければ、ここどうなりますか？これ、付加方式で積み立てていって、どんどん65歳以上の人に仕送りする現金が少なくなってくるわけです。ここのグラフに、あ、ごめんなさい、図ですね。図に所属している人たちを生産労働人口と言います。20歳から64歳まで日本人。で、65歳からお亡くなりになっていらっしゃらない方々までが年金を受給される、もらえる方々でございます。そちらに対して仕送りをしているのがこの構造です。65歳までは皆さん支払いながら何ももらえないという制度です。支払いながら何ももらえないという制度がこの図でございます。
マクロ経済スライドというのは将来もらえる金額が納得いく金額か納得いかないものなのかということがこの図では分かりません。ただ皆さんここに所属してそれぞれが払ってるばっかしでございます。はい、マクロ経済スライドはそういうところをこう分かりにくくしているというね。どういう人が保険料を払っているかというのを示したものがさっきの図ですね。仕送り制度を支えている人たちの構図です。皆さんご自身がどこに所属しているのかというのをよく見てください。公的年金制度と呼ばれているものです。この他に私的年金というのもございます。私的年金と言われているものがあります。難しいですよ。国民年金基金、確定拠出年金、確定寄付企業年金、そしてよく知っているのが民間の保険会社などが販売している個人年金保険ということです。つまりこれを払いながら皆さん、自分たちが私的年金というものを払っている、一体いくら払っているんでしょうか。生産労働人口65歳以上を支えている人口、これ覚えておいてくださいね。この人たちの、皆さんが所属していくと人たちの保険料が上がっていきます。アンダースタンド、これから上がざるを得ないんです。で、保険料を上がってでですね、この方々が支払う保険料が65歳以上の皆さんに仕送りにすることによって支えている制度、付加方式と言います。積み立て方式やかん、付加方式、またの名を仕送り方式ということですから、皆さんは将来年金がいくらもらえるか分からず、今仕送り方式でここの生産労働人口に所属しながら払ってるんです。なおかつ保険ですから、他の保険も払っていても、障害保険というのもありますし、払っているんですね。でもらえると、この人口が減ればどうなるか、当然年金の資金が減ってくるわけです。まあ、意外に保険金をこうやってね、何回眺めてみても、皆さんその払ってるっていう実感がないのが現実で、どういう形に誰にどのくらいの金額で私が払っているお金がいってるんですかなんて、もっとわからないようになってますよね。普通そんなことあります？仕送りって誰に仕送りしてるかわからない仕送りってないですよね。でもこれは仕方ないんです。国が決めたものですから。将来年金いくらもらえるかわからずに決められた保険料を払い続けている制度が現在の付加方式だと思ってください。はい、保険料また上がります。はい、付加方式、この人口が減れば、まあ先ほど言いましたように年金の資金というのが減ってくるわけです。日本にですね、今65歳以上の人口がどのくらいいて将来どう増えていくかっていうグラフがあるんですよ。こう増えていくのと、寿命が伸びていって人口が増えていくと、だけど確実にお亡くなりになる人はいますと、こういうグラフはあってもですね、参考にも何にもなりませんですよね。今私が払っているこの生産労働人口の、私が払っているさっきのこれですよ、これの中でいくら誰に言ってるんですかっていうのは永遠に分かりません。これをその保険金を払っている方々に負担をとかけようというのが今書いてあるんです。まだ保険料上がるんかい。そうです、これが政府が言っている保険金を払っている方に負担が増えますと、これを時田さんが言ってたんですよね。一体どこまで増えればいいんだと。まあ仕送りですから仕方がないんですね。そうすると他に何かすることはないかというと、今度はですね、もらう側の人たちの金額を少なくしてもらう、そうするしかないんですよ。生産労働が少ないんですから。もらう人の金額も少なくしてもらう。ね、ちょっとね、解決方法があるでしょうか。今の政府は保険料の金額を上げるか、税金を上げるか、ね、消費税上げましょうと。制度としてはこの2つしか考えられません。マクロ経済スライド、ごまかしの言葉ですと言ってるわけです。マクロ経済スライドはもう一つの方法として、受給額を減らしてもらう方法です。いずれにしても制度を維持するために考えて編み出した方式でございます。100年安心、そうですよね。1円でももらってれば制度は
続いているということですから、その意味を持って100年安心と言ったんです。維新はそこを身を切る改革で財源を生み出すということをなぜ考えないのかと主張してまいりました。維新というのは政党ができてからまだ10年そこらでございますが、私はこの考え大賛成です。ですか？維新を除いて全員自分たちの給料をカットしたり、国会議員の数を減らしたり、天下りの先をカットしてみたり、国会運営費をカットするといった、いつからもここの人たちを補給と言いますか、新しい人を雇うのやめましょうと、ね、もうみんなペットボトルで水は飲みましょうとか、そういうことに踏み出そうとしません。自分たち国会議員の生活、自分たち国会議員の生活に悪影響が出ることは一切反対です。共産党も反対です。維新だけです。維新の身を切る改革、そんなちまちましたビビッチャルのことをしても仕方ないと、ね、税金を上げるだけだと言ってるわけです。皆さん、消費税アップもそうです。もうちょっと怒ってほしいですよね。怒るためにはやっぱりさっき見たような、こんだけ積み立ててやってるのに、なんで仕送りしてる人たちが今もらってるのが5万6千円だとかいう、そういう計算になるんだというふうに怒って、足りないんだったらもう少し自分たちで質素倹約するとか、議員の数減らすとか考えないのかということをやらないと、他党をやらないと。そう、身を切る改革を実行してるのは維新だけです。維新のもう一つの提案ですね。今のその仕送り制度、または名を付加方式と言います。付加制度、付加方式ですね、を積み立て方式に、積み立て方式、払った分だけ返ってくる制度にしなくてはならないと訴えてきたんですが、言うは簡単ですけども、いつから誰がどのようにやるかです。将来自分がもらえるだけの保険料を払うのが積み立て方式ですね。払ってきた人間に今の金額がどのくらいか払ってね、見える制度。いつ崩すのかということも自分が決める制度。32で会社辞めたんだから今の年金返してください、今から返してくださいと言える制度。そして、民間だと、うち倒産したからないんですよねお金って言わないのが国です。いかがですかね。で、この年金制度、いろんな意見があります。そんなこといつからやるんだ、誰がやるんだ、どうやってやるんだということがありますが、年金制度そのものをやめてしまえという意見もありますね。もう人の人生において年金というのは国からのプレゼントのお金なんだから、それを頼りに生きようなんていうのがそもそも間違ってるということを言う人もいます。年金制度やめてしまえ。そこです。その自分で株をやるなり貯蓄するなり、そのね、銀行が倒れてしまったらもうそれまでよと。また年金なんていうのはその前に何か不幸なことがあってお亡くなりになってしまえばもらえないのよと。さあ、ここからはちょっと哲学的なんですけどね、皆さん、自分ファースト、アメリカファーストじゃないですけど、自分ファーストでね、自分が払ったもので、もしかしたら幾ばかりかの人たちの生活を保障している国にするということをやめますか。維新は年金制度を廃止することには反対してます。これちょっと哲学的な話なんで、あなたはどういう国にいたいですか。何でも民間で、民間だったらもう自分はリスクで、ハイリターンでもハイリスクかもしれません、そういう国だけでいいか、それとも少しは自分ばっかりじゃないけれども、自分が払ったもので、ってのありますよね、税金がそうですけれども。医療なんかもそうですよね。自分が払ったことで、全然知らない日本の国民の人が助かるという制度を残しておきたいか。どうでしょう。大きな分かれ道なんです。でも私なんか、ずいぶん若い時思ったんですけれども、お医者さんにかかってる暇がなくてですね、もういつも市販されてる薬をガブガブ飲んで、一体私はどうしてこんなに保険料払ってんだろうかと思ったことありました。私お医者さんかかったことないんですけどっていうぐらい。でもそれでも他の人が何かで助かることができるんだったら、そういう国もいいかなと思ったことがあった。皆さんどうでしょう、まあ、自分が積み立てた分だけ自分がいつでも返してもらうという年金制度、しかも絶対倒産しない銀行という、
ね、そうすると、あ、じゃあ払い戻ししてもらったもん勝ちだなってなるかもしれません。いつ崩すのかも自分で決める制度、保証がある制度、この具体性は今から誰がやるかも未定です。維新にやらせてくれますでしょうかね。それにはちょっと人数足りないです。これから頑張ってね、がっちりそういうことを考えている、身を切る改革を考えている人たちを入れていかなきゃならない。今度の維新に入ってきた、参議院の方々はすっぱり 20% カットしてもらいます。嫌なら出てってもらいますからね。維新はそういうことを国がやって、教育を無償化して憲法で決めてくれというのが最終ゴールで、私は、維新に所属しております。積立方式にしたら、誰か聞いてないかな、今まで保険料を支払ってきた人はどうなるんですか。例えばどこかで年金制度を一度ご破産にして、これまでいくら払ってきたかを保険料を精算して、個人の年金番号に従って国がいくらか返金する、その代わりに今後は積立方式にするとなるとどうなるか。いいふうに聞こえますよね。今まで一番最初に言っていたように、あなた今までいくら払ってきましたかっていうのを知らない人があまりにも多すぎる。でも自分には年金番号っていうのは統一した一つの番号になったんです、あの消えた年金の時代から。そしたらいくら払ってきたのかっていうのを知って、当然それを少し返金していただきましょう。全部とは言わないけど、返金していただいてから積立方式に変えていきましょうとなると、大変な国家財政が苦しくなります。国の財政は苦しくなります。いきなりある時代から20歳から積立方式にすればどうなるか。当然ある年齢層から、これまで自分が支払った保険金返せよになってしまいます。そうですよね。まあ、年金の話になりますと、一方で先ほど言いましたが、こういう意見もあります。年金は国から長生きした人たちに対するプレゼントマネーでありますから、それで生活しようなんて訴えること自体がおかしいですという人がいます。貯蓄がない人はそれなりの生活をするのしかないのではという方がいらっしゃいますけれども、皆さんどう思いますか。本当は必要な人に手を差し伸べられるべき。私もそう思います。マイナンバーかよと言った人、ジュリーさん、その通りです。はい、消えた年金の時に社保庁を潰さなかったのは民主&自民の罪悪。その通りですね。まあ、少し歴史を振り返ってみましょう。どこかにあったと思うんですね。今から33年前、3分でできるかな。今から33年前です。皆さん生きてます？まだ生まれてなかったんじゃないんですか。今から33年前、昭和61年ですか、1986年3月まで、民間の、76年じゃないかな、民間企業に勤めている人は、さっき言いました、その思い出したけど、厚生年金、公務員の方々は共済年金、自営業の方々、から5人未満の企業の方々までは国民年金と、それぞれ制度が分かれていて、自分が今どこに属して どこにいくら保険金を払っているのか関心があったんです。例えば勤め先が変わりますと、加入する制度が変わります。新たな番号がそこにつきます。そんな複雑な制度だったので、個人が複数の年金の番号を持ってました。それが消えた年金問題の原因を作ったんです。平成19年第一次安倍内閣の時に起きた消えた年金というのは、年金記録が平成18年に誰のものかわからない年金記録が5000トンで95万件あるということが大問題になりました。その年の参議院選挙です。平成21年の総選挙で自民党が大敗しまして、年金問題を言及した旧民主党が大勝しまして、政権交代まで起こすという火種になりました。旧、社会保険庁、社保庁ですね、が自民党が大敗した平成21年に解体された日本年金機構となりまして、1955年、つまり昭和30年に誕生してから、与党として頑張る一枚岩と言われていた政権、自民党の俗によく聞きます55年体制というのが、消えた年金の発覚に、何違う、
55年体制じゃないんですか。55年体制合ってますよね。あ、そうなんですか。消えた年金の発覚によって、これに問題を定義したということで、3億件あったという記録の中の5000トンで95万件の記憶が誰のものかわからなかったと。解決策としては、現在の年金記録、つまり人それぞれ一つの年金の番号制度を管理ということにしたわけです。ですから皆さんは今、私の番号は何々だって、何月何日から何月何日までどんな会社に勤めていたかということを合算して、じゃああなたの年金の額はこれだけですよというふうに計算してもらってるわけです。これまで今まで自分は職業を変え自営業になってみたりサラリーマンになってみたりってした中でどのくらい積み立ててきたのかっていうことよりはどのくらいもらえるかということの方が中心になっている。これが積み立て方式になるとどのくらい積み立てているか現在とあと積み立ててきたその期間によって崩せる額が決まってくるわけですね。これが積み立て方式なんですが、あ、もう時間がなくなってきたということなんですけれども、政府に対して今働きながら保険料を払っている、さっきの図ですね、制度に納得できない、どう変えればいいかということなんですが、これは与党がやることになってくるわけですね。でも維新としてはですね、皆さんそう、もう笑いすら漏れる醜い状態、あの頃まで現在まで公文書捨てまくりの自民党、そうですね、あ、もう本当にそうなんですが、この年金はやっぱり年金制度を正確に把握してないけれども、やおら自分がもらえる年になったらいくらか、少ないじゃないか少ないじゃないか、今マックスでもらえる人が22万ですか、まあ、ちょっと今頭の中に正確な数字ないですけど、そうするといくらいくら足りないから、いくらいくらを例えば30年65歳から生きるとしたら2000万必要ですよっていう、これが最近の消えた年金問題から30年経ったその2000万、金融庁が出した、ワーキンググループが出した2000万円必要ですっていうのが年金問題の新しい火種になっているわけなんですけども、まあ、今までの中ですね、マイナンバーの制度でですね、まあ、年金の時に、これからどうやっていくっていうのを決めていかなきゃならない。一旦に積み立て方式には変わらないということですね。政治家ほど高い歳費、そうですね。若者がみんなその日暮らしだと、竹中平蔵プランっていうことをちょっと、まあ、来週またちょっと言ってみようかと思うんですが、何がここまで少子化になったか、少子化ですよ、少子化になったかということですね。だんだんもらう金額が少なくなっていく。自分で調べてって書いてありましたけど、これ調べるのも皆さん結構大変なんですね。で、今度の衆議院選挙で大阪選挙区維新は全員当選確実データあり。ありがとうございます。公明党を外して維新政権与党に入れ。いや、松井一郎さんは、自民党とくっつかない。はっきり明言しましたよね。ね。今まで我々は自民党のやってきたことに全部賛成ではなかったんだと。だから自民党じゃなくて自分党を作りたいということです。もうやっぱり身を切る改革っていうのをやらないとですね、皆さんが納得しないという時代が来ています。年代の、世代間ですね。年代というのは世代間の格差、これをなんとか是正していかなきゃならない。我々は国会議員が減ったらお前たちの議員も少なくなるんだぞと言われて、大いに結構だと言ってるんです。私だって自分が当選するためにやってるんじゃないんですよ。なんと言われようと、選挙に不利だろうと、この国を前に向けてですね、崩れない国にしていきたいんですよ。だから政治をやってるんです。年金もその一つです。ドキドキするテーマも楽しいでしょうけれども、皆さんね、どっかの番組にね、ジャックしに行ったっていう話も楽しいかもしれませんけれども、こういう話、もうちょっとやっていきたいと思います。皆さん、たくさんコメントいただきまして、ありがとうございました。また来週やりましょうね。ゲストも来るかもしれません。